予想で言うと何位フィニッシュかなみたいなのあります？これちょうど質問でも来てて。ああ、なるほど。今シーズンロケッツプレーオフ行けますか？質問来てたんですか？夢は6位だったんですけど、はい。17、10位ですね。10位でプレインで負けるかと思うんですね、今。ギリフィニッシュできるかどうか。プレインまでいけるけど、すぐ負けるみたいなイメージですね。なんでうん。かっていうと、オーバータイムめっちゃ弱いですね。ええ。確か全部負けてるから、3-0かな、今。あ、そうだったんですオね。ーバータイムちょっと弱いってイメージがあって、やっぱ、はい。勝負弱い。それは僕、サイダースの手だと思ってるけど、全部クラッチを KPJ に任せてる。ああ、なるほど。こっちの自前ドラフトの2位で取ったジェイレン・グリーでもなく、ジャバリでもなく、はい。全部 KPJ にやらせてたんですよ。はい。で、KPJ 全然外すし、負けるし、ういなくなるし、みたいな感じだったから、その、クラッチの、俺が行くぜって経験を今のメンバー誰もやってないんですよね。はい。これが僕、サイダースの一番良くなかったと思って、だからうん。今、ジェイレンとかジャバリとか、エンが競った試合苦労してるものだと思ってて、全部 KPJ にやらせた。KPJ が多分ガが強いんですよ。それいいことだと思うんですけど、で本来 KPJ ってなんとなくキャブスで揉めたから来ちゃっただけで、自前じゃないんで、それをミスったなと思ってます。だから勝負弱いんで、なんとかって、イメージ的なプレインまでなんとかウドカが連れてってくれて、優位か、10位までは連れてってくれたけど、プレインでダメだったねってのがイメージですね。そこで、この、シェングン、ジェイレン・グリー、ジャバリの3人の誰かが、まあ、ウィットモアでもいいし、アメンでもいいですけど、できればこの3人の誰かが負けでもいいんですけど、経験積んで、翌年40勝してくればいいんじゃないかなと。3年計画だと思ってて、多分。今年は35が頑張ってプレイン。で、来年は40勝くらいで、プレイン勝ったり負けたりで、まあ、プレイオフ来たりな。再来年は本当に勝負だと思ってで、再来年でブルックスとか、その翌年でバンブリードの契約切れて、で、しかも更新がちょうど繋がってるんで、そこで勝負だと思ってるんで、3、4年後が勝負だと思ってる、僕たちは。本当の勝負みたいな。そこでダメだったらまた再建ですね。完全再建、またやり直し。これも質問できてたんですけど、はい。ロケッツはあと何年で本当の優勝できるの？本当の優勝って本当で すまあか？気持ちはいつも優勝してますもん気持ちはいつもロケッツ一緒なんですよ。我々はロケッツ一緒って永遠に続けてるんで、ロケッツ一緒はね、本当の優勝はどのぐらいだ10と思いますのかって。契約の時に、マックスで契約して、JD も育つか、ウィットモアから、6年後じゃないですか。全部うまくいって6年後じゃないですか。全部うまくいって3年後の全部、4年後の契約全部終わって、移行して6年後優勝。6年後だって J 連が28とかですね。シェングンも19、20で6だから、そう28くらいなんで、一6番年脂後、乗る時期ですね。6年後優勝。それがダメだと、やり直し。いやー、まあ、まだまだ、じゃあ、その道半ばということで。ちょっとごめんなさい、コメントを拾ってきますね。はい、すいません、ながらありますアメン・トンプソンの評価どうですかっていう、まあちょっとさっき答えてた部分もあったと思うんですけど、アどうメですンか？はちょっとおとなしいなっていう印象もあるんですけすど。ごい謙虚ですね。ド謙ラフ虚。トが4位か。4位なんで謙虚だな。ちゃなんんかとハ一ンド歩リ引きンまグした能ね。力めっちゃあって、僕の最初のファーストインプレッションが、誰だったっけ？ラメロボールみたいな感じなのかなって思ってたんですけど、で、そんなハンドルもしてないっすよね。実はですね、ハンドルないんですよ。あ、ないんすか？これ、今ちょっと良くなったんですか？それか緊張とか、そのプレッシャーかもしれないですけど、多分、あれ、サマーリーグは全然、サマーリーグもでも怪我しちゃったから、1試合しかしないんですけど、サマーリーグの時に、ああ、ドリブルうめえな、ああ、うまく抜くな、パスうまいな、で、しかも、背でかいから、リバウンド強いな、みたいな。あ、これやべえの入ったわ。で、多分3、4年でバンブリッドとうまく移行すればいいんだから、くらいに思ってたんですけど、で、まあ、サマーリーグで捻挫しちゃって、で、レギュラーシーズンやっと出たら、ハンドリング置いてくぼるんですよね。身なる体ほど。能力、ラッセル・ウェストブルックがたまにやる、怪我明けでよくやる、その身体能力高すぎてボール追いつかないみたいな。もう結構何回かぶっかまして、こいつ何みたいな。なんだったらこう、単純なやつでここから仕掛けるぜって時のハンドリングもポロってして、後ろに忘れたりして。なんか、体と怪我明けってのもあると思うんですけど、なんかバランスが保ってなくて。でも、ここ最近、それがなくなってきてるから、良くなってるんですけど、ちょっと僕の中でハンドリックまだ、いいかわかんないですよね。ただ、パスセンスは全然あるかなと思いますね。ちゃんと、バスケ全員、バスケプレイヤー的なのもわかんないですけど、こう、ノールックとか、あとちゃんと周りを見る能力とか、あと我々はジェイレン・グリーンと KPJ のポイントガードを見ているの、この3年間。キックアウトがないの、この3人は。82試合でキック
ックアウトが100回あったか分かんないんで、くらいキックアウトって何なのってぐらい分かん、はい、もう分かんないんで、はい、でもちゃんとあのアメンはキックアウトができるんで、突っ込んで囲まれたらキックアウトしますとかできるんで、はい、まあでもいいかなと思うんですけど、ちょっと分かんないですよね、アメンがまだ、はい、ハンドリングただ、いいのがグリーンよりゴール下の技術があるかなみたいな、あのゴール下でハーデンがよくやったそのドライブしますでディフェンダーし、ディフェンスされたシーンでいきなり細かくダーンって叩いて、はい、でそこからユーロにつないで、アリウープか、フローターかのイメージがあるんですけど、はい、結構ソロ技術があるからうまくいけば伸びんのかなと思ってるんですけど、外がマジないんですよね。これは昔からその、アメントプソの、ドラフトの時の評価値で言われたんですけど、外が本当にない、はい、ミッドもない、ショートがギリあるみたいな、っていうくらい本当でちょっとシュートフォームが双子とも良くないんですよ、あのピストンズもそうなんですけど、うんうん、アーサーの方なんですけど、はい、ちょっと外がどう育ってくれるかしらですね、ちょっと本当外がないで、今外ないときつい時代だから、はい、ここだけ疑問視が雨ですね。ミッドマーはなんとなくはなっちゃう気がするんですけど、あとどうなるかって感じ。雨も3ないんすね。雨マジ3ないですね。マジでエアボール結構多いですね。本当だ、めっちゃ全然打ってない、全然ないし、打ってないし、はい、打ったとしても確かに確率も入ってないし、しかもその外れたのシーンがかなり大きく外れてます、はい、ちょっとそこだけ怖いんですね。今現代ガードは3打ってないと確かにダメなんで、 NBA における現代ガード3打ってないときついんで、そこだけちょっと怖いんですね。ただディフェンスとリバウンドは強いですね、やっぱサイズがあるんで、そこはある意味現代っぽいですね、うん、はい、うん、ディフェンスリバウンドそのまま取ってエントリーするっていうのが、まあ、ハーレンとかウェストブルック、あのトリプルダブルを量産するガードの時代なんで、うん、そこはあるんですけど、ちょっと3が弱いのだけ怖いっていうのがあれですね。外が弱すぎる、どう改善するか、うん、かそこは諦めて別で頑張るかのがアメンのイメージです、ね、なんかトランジションで突っ込める系に育ってくれないかなとか、はい、トランジションは多分グリーンより下手すると思います、ね、グリーンはトランジションはもうアリープしかないですよ、そのディフェンスやっぱ足速いんで、はい、そのディフェンスがこうバックに対しても全然余裕でぶち抜けるんで、ブワーっていってでバンブリーダーがこうアリープゴーンシーンは何回も出てるんですけど、はい、今年ちょっとリバウンド頑張ってるせいでそこもシーンが減っちゃってるんですけど、うんうん、でやっぱ足速いんですけど、本当ハイライト見るとすぐ分かるんですけど、ジェイレン・グリーンは歩幅がでかいんですよね、はい、雨歩幅かなり細かいんですよね。うーん、なんでゴール下のステップワークとかはやっぱりジェイレンよりも雨の方がうまいっす、うんうんうん、ジェイレンはやっぱでかい分ストライドがでかい分ぶち抜くのはうまいんですけど、ぶち抜いた後やっぱ捕まっちゃうのがあって、はい、この改善が、まあ、お互いというか、まあ、でもアメンの方がちょっともしかしたらワンチャンゴール下は夢があるなみたいなですね。 JD はちょっとつかまるなっていうのが、なんかロケッツの試合見ててなんかこうトランジションに特化した選手が、まあ、あまりいないなみたいな、ね、まあ、強いて言うなら、まあ、バンブリードとあのジェイレン・グリーンが、まあ、突っ込むことはあるんでしょうけど、まあ、それにしても例えばじゃあキングスとかだったらフォックスの方が突っ込めるし、なんか一人そういう選手が出てこないとちょっとハーフコートオフェンスで勝負することが多くなりすぎるんじゃないかなみたいな、まあシングンがいるからハーフコートもうまくはいくとは思うんですけど、だからキングスとかだとハーフコートはサボニス、トランジションはフォックスみたいな、わかりますね、まあなんかジェイレン・グリーンにそこ期待したいなと思いつつ、まあアメンもって僕は思ってたんですけど、やっぱまだまだな部分があるんです、ね、多分今なんかタイラス時代は今シクサーズにあれ誰だっけ、本当ダンクだけめっちゃうまいやつ、ダンクコンテスト持ってたんですよ、名前飛んじったな、ウーブレ、いや誰、あれロケッツからシクサーズに行ったやつで、名前俺結構好きだったんですけど名前忘れちゃったっすね、ごめんなさい、シクサーズロスターで検索でもか、はい、全然あのなんか役割を増やしたくてロケッツ辞めたいですって言って、でシクサーズ行ったらシクサーズ強すぎて全然出番なかった、あマーティンジュニア、ケニオンマーティンジュニア、あケニオンマーティンジュニアとグリーンが2人がダッシュしてくれてたんで、はい、それで結構そのロケットのあのここ 2,3 年弱い時期はそのハイライトだけでダンクが量産されてたんで、どっち、はい、両方がダブルサイドから走るから、うん、ダンク量産されてたんですけど、ジェイレン・グリーンが今年結構バランスを頑張ってアシストしようと思う、頑張るリブになってて、はい、今ビッパーが出てる時だけダンク増えたかな、で多分、うん、多分いっても
が出てる時の方が、あのさっき言ったディオンブックスが怪我でいなくなって10試合くらいいなくなって、はい、ビットマーが10試合くらいプレイタイム得た時で、多分オフェンスレーティングも上がって、ディフェンスレーティングもまあ下がったけど代わりにオフェンスレーティングも上がりましたね。うん、まあ、多分そこを期待できるのはウィットモアだとか、なんか僕的なイメージは、うんうん、ウィットモアが出てる時で結構走ります。でもやっぱ足速い、うん、あ、うん、なんかトランジション難しいっすね。でもトランジション行った方がいいですもんね、現代バスケはね。え、一人ぐらいやっぱそういう選手いると、まあ、ウルブズだったら多分エドワーズがそれで、エドワーズですね、はい、最近ダンクやばいっすね。ちょっと昨日のフリースローだけ取り上げられてかわいそうですけどそうですね。だからで、セルティックスだったらジェイレン・ブラウンだし、はい、OKC だったらね、JW ナオミがいるし、はい、とかやっぱ誰か一人こう特攻隊長みたいな役割があるようなイメージなんですけど、うん、なんかロケッツにだけパト今いないですね。多分ウィットモアだけ、ね、出てくる選手いないなって。ウィットモアだけですね。ジェイリンがだいぶおとなしくなっちゃったんで、ウィットモアだけです、はい、ウィットモアだけだな。しかもウィットモア別にサブだし、なんだったらプレータイム奪われちゃう側なんで、はい、イースト復活したりもよく活用らしいな、うん、あともう一個気になったのがフローター打つガードいねえなと思って、ゼロロケッツってやっぱりいい選手ってドンチッチもそうだし、トレイヤングもそうだし、ブランソンもシェイもフローター極めてるガードが、そうなんですね、まあ、もしくはこうちゃんとジャンパーミドルシュート打てるかのどっちかは絶対必要なんじゃないかなって思うんですけど、いないっすね。ゼロっすマジでゼロっすね。あの今それを多分グリーンがジャンパーに移行しようとしてますね、はい、うん、グリーンのミッドのジャンパーかなり増えたんで去年より。ああ、そうなんですね。かなり増えたんで、はい、なんあのスクリーン、あのバンブリートがあのトップの位置でダムダムしてオフボールスクリーン使って、ジェイデンの、ミッドレンジはかなり増えたんですよ。まずオフボールスクリーンって何だったの状態だったんです、うん、サイラス時代はそれくらいひどかったんですけど、はい、だけどちょっとまあジェイデングリーン今確かフィールドゴール全体40なんで、はい、リーンも33くらいなんで、うん、ちょっとまああんまり第一高くないけど頑張ってやってるって形が現状ですね、はい、うん、フローター誰もいないですね、うん、本当にフローターやるんだったらポストでシェン君とテイトがくるくるしてクックです、はいですよね。なんかちょうどそのデータがあって、これって共有とかって聞きました。って今見えてます、ね。今ちょっとまだ真っ黒状。あ、来ました、来ました、来ました。見えました。これがあのフローターをちゃんと決めてるのが縦軸と、うわすげえ。フローター打つなんかちゃんとクリエイトできるかみたいな。はい、誰もいねえ。はい、ロケッツの誰もいね選手が見当たらなくて、まあ、きっとここに埋まってるんだろうなと。はい、ここに埋まってますね。誰もいねえ。はい、マジっける。マジひでえな、誰もいない。いやでもほんとフローターのシーンゼロっすね。突っ込んでファールもらうしかできないですね。ファールもあんまもらえないですけど、はい、だカイリーとかもそこまで高くはないですけど、まあ、下の方に埋もれてるんですけど、でもカイリーよりもフローターよりもミドルじゃないですか。あのミドルかフィンガーロールでほんとこううまくボード使ってるイメージで、フローターのイメージですね、はい、クリス・ポールもショートレンジのフェイダーウェイですよね、ピックスってイメージは、はい、あのロケッツの時もそうですけど、ねえ、もう本当にいねえな、ロケッツ、いねえな。ここに、まあ、例えばドンチッチとか、はい、まあ、今タイヤス・ジョーンズとかも入ってますけど、タイヤスもまあ、これぐらい振り切るか、やっぱりカイリーとかデジョンテ・マレーとか、キャム・トーマスとか、はい、やっぱりミッドレンジでフィニッシュできるか、はいはい、どっちかは欲しいなと思うんですけど。まあ、矢印あたり、モラントですかね、これモラントか。これがフォックス、クラークソン。クソンか、タイラーヒーロー、マキシーとかこの辺にいます。ジェイレン・グリーンにみんなモラントになってほしかったんですよね。ああ、いや僕もそう思ってました。一番近いなと思って。ショートレンジの技の、はい、あのともかくとあのドライブ鋭いです。はい。ハンドリングもまあある程度あります。ちょっとパスはないけど、まあ滞空時間が長いから、はい、その飛んでる間のアイディアでモラントになってほしかったんですけど、ここ3年多分絶対無理だなってなっちゃったんですよね。うん。なんで今多分ミッドレンジいってると思うんですけど、モラント無理か。でも僕も本当最初のファーストインプレッションがジェイレン・グリーンはジャモラントだなと思ったんですけど、 ですよね、でも本当突っ込んで帰ってこないじゃないですか。そうです、突っ込んで潰れちゃうんですね、はい、でもジャモラントってもちろんなんかとんでもない突っ込み方もするときもありますけど、もうその滞空時間が長すぎてフィニッシュできるし、あとぶつかられてもそこまで倒れないし、はい、あとはやっぱフローターでしっかり決めれるっていうのがあったんで、やっぱジェイレン・グリーンはまだまだジャモラントには程遠いのかなと思って、うん、そうなんですね。でそうなると多分リラードなのかなって思う自分が、はいはいはい、リラードの方がやっぱりスリーポイントと突っ込んでレイアップっていう
結構二極化してる選手かなと思ってたんで、あんまりリラードがフローター打つシーン、ないですね、確かにですね、はい、全然見ないんで。そうなんですね、ジェイデン。だからそこをそう突っ込んでなんとかできるだと、まだウィットモアがいいですね、突っ込んでぶっ飛ばせんで、相手を。はい、うん。ガタイが、もうウィル、ルーキーなのに、こんなぶっ飛ばすってくらいガタイいいんで、はい、フィジカルがいいんで、そうすると、だから本当、だからそのせいで、現状みんな、あのまだウィットモアのが3歳下か2歳下なんで、はい、ウィットモアに将来託して、ジェイデンを今あのトレードパッケージにして、はい、センタートローゼが今ロケッツファンなんですよね。うん、あのそのシビアのロケッツファンなんですよね。はい、嬉しいな、難しいなみたいな。ジェイデン好きで、ジェイデンのユニフォームあるんであれなんですけど。あ、そうなんですか。もう結構ユニフォーム好きで、ゼロ番時代のジェイデン・グリーンのユニフォームあって、はい、頑張ってほしいなーってのがあるんですけど、その後もう着ることもない、誰だこのゼロ番グリーン状態ですよ、知らないから、何も売れないからいやでも売り時もやっぱ考えなきゃいけないですもん。そうですね、そう、間違いなく。